はい、どうもこんにちは、こうです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はちょっと変わったミニカーいくつか買ってきましたので紹介させてください。それでは一緒に見ていきましょう。まず最初に紹介するのはこちら、広島電鉄650系スケール160分の1ということですね。トミカといえば車のねミニカーがやっぱり主流だと思うんですけれども、今回電車が面白いなと思って買ってみました。それでは早速開けてみましょう。おお、はい、というわけで中にはこんな感じで入っていました。ステッカーもついてるみたいですね。おお、すごいね、ちゃんと電車だ当たり前なんですけどね。はい、この電車知らないんですけれども、いわゆる路面電車ですよね。なんかレトロな感じですごくいいなと思いました。正面から見るとこんな感じで、横側と後ろ側と上側と下側ですね。あ、タイヤもちゃんと電車のタイヤっぽくなってるんですね。でもちろんクロス走行はできますね。でこのパンタグラフが、おお、動く動く、これだけか。こんな感じで上がるみたいですね。でもちろん普通に転がして遊ぶこともできますね。これはすごいですね。なかなかちゃんとよくできてますね。でボディはここダイキャスト製で、ここの上の部分と下の部分がプラ製ですね。割とねダイキャストの部分が大きいのでずっしりと重みがありますね。一般的なミニカーと比べるとこのぐらいのサイズ感ですね。長さ的にはほぼ同じぐらいの長さですね。ただ電車ってもっと大きいのでスケールはちょっと違うんですけれども、このぐらいのサイズ感になってますね。こう電車と合うぐらいの車っつったらもっとちっちゃいですもんね。ドリンクについてた車ですねがこのぐらいの大きさですね。これだとほぼほぼスケール的に合いそうな感じしますね。路面電車の横に車走っててこのぐらいのサイズ感だとちょうどぴったりっぽいですよね。はい、というわけで今回紹介したのがこちら、広島電鉄の650系162分の1スケールでした。はい、ということで続いて紹介するのはこちら、富士急ハイランドドドンドドん？これドドンパじゃないんだ。ドドドンパって言うんですね。初めて知りました。スケールが59分の1スケールですね。これまたね、車で有名なトミカなのにドドドンパっていうジェットコースターがミニカーになったっていうのがすごくいいですよね。箱もね、普通のものより大きいんですよね。これ普通のトミカサイズですね。倍ぐらいあるのかな。こんな感じのサイズ感ですね。これは気になりますね。早速開けていきましょう。はい、というわけで中身を開けるとこちらもシールと、おーすごい、すでにレールに乗っかった本体ですね。これ動くんだ、すげえ。これでももうちょっと長いレール欲しくなっちゃいますよね。もしくはレール単品でちょっと発売してほしいですよね。はい、というわけで横から見るとこんな感じで、正面と上側と下側ですね。下側のここがタイヤコロ走行できるようになってる感じですね。すごい、ちゃんと挟まって動くんだ。これレール欲しいな。あ、すごい。これレールを外すとちゃんとカーブにも対応できるようにぐねぐね曲がるんですね。これますますレール欲しいやつじゃんね。うわー、すごいな。座席の感じもすごくしっかりできてますよね。これが開いたりはしないんですね。これは固定みたいですね。すごいな。はい、というわけで近くで見るとこんな感じですね。これ一回転しちゃうんだね、ぐるっと。で
通にこういうところで走らせることもできますね。ちゃんとカーブにも対応してるっていうのはいいですね。これほんとレール欲しくなっちゃうな。レール作ってくんないかな。上からガーッと滑らせてみたいですよね面白そう。はい、というわけでちょっと変わったミニカーということでドートドンパを購入してみました。ボディはダイキャスト製で、ここのシート部分がプラスチック、ここの手すりもプラスチックですね。で下側は大体がこれプラ製ですね。先ほどのと比べてもやっぱり重量感がありますね。はい、大きさ比較するとこのぐらいサイズ感が違いますね。やっぱりドドンパの方は59分の1ということで、電車よりかなりスケールが大きめのスケールになってますので、かなり大きく作られてますね。レールの方はこんな感じになってまして、ちょっと見間違えるとはしごに見えてしまいますが、おそらくここの部分がレールからねこう引っ張ったりとかするための動力装置かもしれませんね。これどっちが上だったかもう忘れちゃったな。こうかな。ちょっと後で見直してみますが、こっちが下で出っ張りが下でいいのかどうかわかんないので。でもやっぱりレールあるといいですよね。というわけで一風変わったミニカー、富士急ハイランドのドドンパでした。はい、というわけで最後の一つですね。いよいよ最後になってしまいました。あっという間ですね。というわけで最後に紹介するのはこちら。なんかあれですよね、海辺のお土産屋さんで魚買ってきた時の発泡スチロールみたいなね感じですけれども、はい、早速中これ楽しみにしてたんで開けていきましょう。はい、それではいきますよ。何が出てくるかというと、せーの、じゃじゃん。はい、というわけでこちらはキャンピングカーが入っていました。でか普通のトミカと比べるとこのぐらいのサイズ差があるんですよね。ちょっと全体見る前に、前回レビューしたマスタングですね、こちらと比べるとこのぐらいのサイズ感で、大きさ長さはほぼ一緒なんですけど、運転席のボリュームを考えるとちょっと大きすぎちゃいますよね。マスタングの方がドアこんなちっちゃいですもんね。ボディの長さはだいたい同じぐらいですね。やっぱこれかっこいいですよね。めっちゃ気に入ってます。気になる方はぜひね動画の方を見てください。すごくかっこいいのでね、おすすめですよ。これこんな感じでライトも光ります。でその前に紹介した32分の1のスカイラインと比べるとこのぐらいのサイズ感ですね。こっちの方がサイズ感的には合いそうですね。ということはおそらくこのキャンピングカーは約32分の1スケールっていう形ですね。このぐらいのサイズ感ですね。普通車よりちょっとやっぱり大きいですもんね。はい、というわけでじゃあこちらのねキャンピングカーの方を詳しく見ていきましょう。はい、というわけで各ギミックの方を確認していきましょう。まずここですね、ボタンがあってこれを押すことで、こんな感じで警報音とともにここが少し出る感じですね。はい、全体的に見るとこのぐらいですね。幅的にはそんな出てないんですけど、多分居住スペースをこれでね補う感じだと思います。こちらですね、ドアの方、助手席側のドアを開けるとこのように警報音だけとライトがねつくような感じですね。で反対側もここね、このサイドのこの扉がすごい緩いんですよね。それがちょっと残念で、こちら側も開けるとこんな感じでライトが光って蛍光音が鳴る感じですね。でちょっとパカパカの
ドアがこのように開くような感じになっていて、中にここから乗り込めるような形になってますね。よいしょ。でさらにここが飛び出るという感じですね。はい、サイドシェード的な感じでしょうかね。こういった感じに使えるみたいですね。ここは特に音が鳴らないみたいですね。ここがパカパカすぎる。はい、でちょっと押すことでエンジンの音とまたねライトの方がつくような感じになります。やってみましょう。はい、というわけでキャンピングカーのおよそ音ではないんですけれども、激しすぎますよね。これちなみに走行音はこのマスタングと同じじゃないかな。やってみましょうか。うん、ほぼほぼ同じ感じですね。はい、というわけでギミック的には一応こういった形ですね。もうちょっと中が開いたりするのかなと思ったんですが、残念ながらそれはないですね。でテールランプの方もこんな感じで光ることができますね。ここが青く光るのが何なんだろう。中特に開かなさそうなんですけどね。ちょっと見るとこの辺が開きそうなギミックがあるかなと思ったんですが、特に開きませんでした。とあと最後にですね、こちらフルバック走行ができますので、こうゼンマイを巻いてあげることで事故ってる、はい、このように走らせることができます。これもマスタングとかと同様で、マスタングももちろんね、これ紹介してたかな、こんな感じで走らせることができますね。はい、というわけでこちらがちょっとね、今サイトの方見たら28分の1スケールみたいですね。28分の1スケールのキャンピングカーでした。はい、というわけで今回はちょっと変わったミニカー3台紹介してみましたが、いかがだったでしょうか。普通のね、いわゆるミニカーっていうのと違って、電車だったりジェットコースターだったりキャンピングカーだったりとね、ちょっとこういった面白いミニカーもいろいろ出てくれると面白いですよね。トミカサイズとかでもね、いろんなのが出てるみたいなので、ちょっと気になるのありましたらね、また紹介させていただきたいと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。こうでした。またねー。